来たんだ。気持ちよさそうに寝てたなぁ。千春の膝枕、そんなによかった？ いい子、いい子。ううん、大丈夫。千春も半分寝てたし。っていうか、自分の部屋なんだからさ、気にせずくつろいだらいいと思うよ。春のお天道様って最高だよね。うん、まだ空いてるよ。そよ風も気持ちいい。お前さん、毎日の疲れが溜まってるみたいだし、こんな日和じゃ余計に気持ちよくなっちゃうよな。ねえねえ、突然だけど、この建物、ハイカラ館っていつできたか覚えてる？100年前？ふーん。え、何？合ってるよ。だって、そんな即答されちゃったら、つまんないし、なんか悔しいじゃん。でもま、お前さんも千春も、2階に越してきてから、もう1年経つんだね。建物の歴史に比べたら、ペーペーの新米、ってとこかな。ん？突然どうしたって？下でお前さんと会った時のことを思い出してさ。 もう1年だもんね。いいじゃん、2人きりなんだし、多少のろけたってさ。 お前さんの頭は撫で心地がいいから、撫でてるこっちが眠くなってくるな。寝てない、寝てない。耳かきするんだったよね。じゃあ横向いて。こっちの耳からやってくからね。眠かったらまた寝ちゃっていいよ。そーっと優しく綿棒を入れて。気持ち？千春はね、お前さんが気持ちよさそうにしてるのが好きなんだよ。
ったから、さっき頭撫でられながらめちゃくちゃ気持ちよさそうな顔して寝てたの。なんか可愛かったぞ。話、去年千春たちが初めて会った時のこと。下の1階のカフェの前で、あの日も外は暖かくて心地いい静けさがあって、お前さんの驚いた顔、千春は一生忘れないって思うな。しはるのキャップがすごい？いやー、そうかなー。まあでも、あの時は初対面で、さすがに敬語使うでしょう。むしろ今、敬語にしてみましょうか？こういう感じがいいんですか？そうだよな。お前さんはこっちの方がいいって知ってる。まあ、何ですか、その、しはるのギャップとかじゃなくて、なんか、その、好きな人と初めて出会った時のことって、なんとなく、綺麗な感じで覚えてるなって。何ニヤニヤしてるの？口元ゆるゆるですよ。あれからもう1年、お前さんと出会って全部の季節を経験したんだな。あのね、しはるはね、割と1年ずっと幸せだったよ。特に、偕楽園行ったのは楽しかったかも。お前さんは？しはるといるとき？それいつもじゃん。なーに、褒めたって何も出ないよ。しはるは基本的に何も考えてないし、頭すっからかんだからね。逆立ちしたって、転がったって、何にも出てこないから。何がそんなにいいのかなぁ。そういうところが好きってさ、お前さんの方が変わってるんだよ、絶対。ちょっと耳に息吹きかけるよ。
忙しそうにしてるし、今この瞬間だけでもたくさん癒されてくれたら嬉しいな。うん。アホヅラ、バカヅラ、マヌケヅラ。お前さんの油断した表情だよ。いや、悪口じゃなくって、眺めてたらなんか支払いも気が抜けてきた。乙女の膝枕は心地はございますか？はい、そりゃ結構なことで。じゃあ、仕上げの梵天行くからね。体勢もそのままでどうぞ。どう？これもいいでしょ？もふもふ。梵天って、なんで梵天って言うんだろうね。前に調べた気がするんだけど、忘れちゃった。また調べるの？お前さん調べてよ。そしたらシハリがご褒美に梵天してあげるからさ。現金だな。じゃあ、よろしくね。よし、反対側やるよ。ゴロンして。こっちも綿棒入れてくから、遠慮せずまったりくつろぐんだぞ。膝枕、気持ちよさそうだな。
千春もされたいかも。やってくれる？じゃあ今度お前さんが元気な時にお願いしようかな。耳を澄ますと、そよ風で葉っぱが揺れる音が聞こえるでしょ？静かだね。だな、こうやってお前さんとまったりするの目いっぱい堪能するんだよ。人生短いからね。大げさ？まあそうかもしれないけど、シャールとの幸せな時間は一瞬で過ぎちゃうって予言したかから。千春はさ、自分でも見た目幼いって思うけどさ、なんかこう達観してるってよく言われるんだよね。落ち着いてるっていうか、あれ寝てる？あ、うとうとしてるだけか。聞き流していいよ。眠かったら寝ちゃいましょう。どうぞどうぞ。
前さん見てると、しはる常々思うだけどさ、現代人は頭を使いすぎだと思うんだよね。ああ、情報過多っていうかさ、そりゃ疲れて当たり前だよね。頭に入ってくる情報が多すぎて、ずっと取捨選択してるの。楽しい時も、悲しい時も、頑張ってる時も、ずっと。ほら、パソコンだって電源切ったりして休ませるじゃん。人間だって時々オフの時間が必要だって、そう思うんだよな。だから、はい、深呼吸吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吸って、吸って、もう吸えない。冗談冗談。時々さ、今自分息詰まってるかもって自問自答してさ、深呼吸するといいと思うんだ。酸素が頭に行くから。うん。じゃあ、吸って吸って吸って。ごめんごめん、ちゃんと吐くものも吐かないとね。口なら支払いが効くから。さあさあ、お次はワンテンやりましょう。こっちもふわふわにしちゃうぞ。あ、耳に入れるだけじゃなくて、このポンポンで、ポンポン、ポンポンでポンポン。梵天って、なんで梵天って言うんだろうね。本当にお疲れ様だね。疲労ってさ、しはるが思うには2種類あって、体の疲れはさ、寝ればすっきりするじゃん、すぐ寝つけるし。けど体は元気で頭だけ疲れてる時ってあるじゃん。疲れてるけど眠りにつけないみたいな、ああいうの困るよね。落ちない。だからしはるは頭空っぽなんだって。期待しちゃダメダメ。何事も期待しない方が幸せです。はい。ん？何何？しはるは開き直りの天才だな。おう、今日はやけに褒めるじゃん。
どうしたの？褒めてないのかい。おしまい。仰向けになって。気持ちよかった？ よかった。これで溜まってた疲れも取れたかな。じゃあ次は千晴の番。もうちょっとなんかしてほしいの？まあいいけど、千晴も眠いんだよな。じゃあさ、添い寝しよう。添い寝。添い寝だったら、千春がしてあげてるだけじゃなくて、お前さんにしてもらってるって思えるし。妙案じゃない？ はいはい、頭どけて。千春も寝る。てるんだから、今度は千春のお願い聞く番。ちょっと失礼。千春がお前さんにくっつくのが大好きって分かってるでしょ？ありがとう。あったかーい。このまま寝ちゃうかも。寝ちゃってもいい？寝たらごめん。けどもう無理。Thank you.